触っていいですか。触っていいですよ。はい、ボールボールさん、4つの画面で出ております。色によって分かれております。赤色が徳田さんの画面です。青色が辻元さんです。緑色が井上さん、黄色が九太郎さんの画面となっております。これ何、これこれ武器なんだろう。これなんかどっかキャンプですね。キャンプを選べるの。選べるのでお好きなところを。じゃあ真ん中行きましょう。あ、やべ、中央、はい、中央、はい、選んでいただいて、はい、これもですよね。ですね。そう、あれ、これでいいですか。今回からスタートの場所を、はい、キャンプ選べるようになったという、はいはい、キャンプが複数ありますんで、はい、自分でどんどん広げていけるんですけども、はいはい、どこで、はい、キャンプが選べる、生息するモンスターの場所、はい、近いところとかを最初から選ぶこともできます。どこでもいいです。どこでもいいです。これで入っていいですらしい、はい、すいません、ちょっとこれ合ってます、大丈夫です、大丈夫です。はい、ありがとうございます。我々何もわからないので、はい、これでもうクエストもう行っちゃいました。はい。あー、ね、パスが低い。あれあった。そうそうそう。掛け声もなく行っちゃいました。行っちゃいました。公式に行きましょうか。一応。人から行こうぜなかったですね。今ね。ガチのダメ出しやめてください。今のタイミングでもいいですからね。じゃあスタート来ました。わ、すごい。では、いつもスペシャルクエスト、はい、行きますよ。はい、人狩り行こうぜ、言わせていただきます。お願いします。それ言わないと始まらない。行きますよ。はい。人狩り行こうぜ。よし、私これもう武器、キャンプで武器変えれますので、はい、武器変えれる、嘘だ、今回から全部の準備をしなくてもキャンプ地で変えるように、はい、クエスト中に変えられるんですね。どこで変えれますか。こんな、あそこ、その中です、はい、テントで、はあ、さあ時間も迫ってきてますから、なるべく、じゃあ私はあれ、これで変えるのかな。ボルボロスですからね、戦う相手は。皆さん何が見たいですか。お、さすが、さすが、何でもいけますよと。何でもできる人すごい。はいはい、ランスですね。分かりました。決まってないですよ。スティールアックスってなってる、スラッシュアックスが。スティールアックス。スティールアックス。はい。皆さん何が見たいですか。ちょっとね、ラグが少しあるんで。なるほど。はいはいはい。今多分そろそろ来ると思います。もうね、徳田さんはすでにモンスターを探しに走っています。ガンランスっていうのが最初に出てきましたよ。ガンランス来ましたね。ちょっと何やってるんですか。タッチが見たかった。タッチが見たかった。すいません、スラックでいきます。今回、まあ、場所自体もすごく広さもありますけれども、まず最初にモンスターを探すという作業から始まるっていう感じですね。はい、モンスターを探す時にですね、はい、先ほどのシルベムシでモンスターが残していた足跡とか、まあ、粘液とかいろんなものがあります。痕跡がありますので、はい、そういうものを採取してもらって、あ、今すでに見つけましたね、はい、何か緑色に光っている部分、はい、どこですね、すりつけられた土壌を見つけました。足跡を取りました。これ何、足跡も見つけました。飯食ってますよ。あ、でかいのいる。ということで、え、飯食ってました。飯食ってましたよね、はい、すごい。じゃ行きましょうか。こういうふうに痕跡を見つけて、どんどん モンスターが本当どこにいるのかというのを見つけていくというところですね、はい、もうちょっと経ったらこうシルベムシ案内してくれる。皆さん、別のモンスター倒すのやめてもらっていいですか。はい、行く方向に素振りです。練習やめてもらっていいですか。前にいますね。あれ、いなくなった。おっと、あ、徳田さんが見つけました。ボルボロス発見です。そこに行けばいいで、あのシルベムシが皆さんのところにも走ってると思いますので、その緑の光についていってください。これについていけば、井上さんは今ですね、すごい小型モンスターに見つかってるので、あ、なるほど、一回逃げますね、はい、警戒モードを取らないとシルベムシが考えしてくれます。シルベムシはモンスターに見つかっている状態の時はちょっと怖がって後ろに入ってしまうということですからね。わかりました。すごい出遅れた感があります。出遅れた感。徳田さんもう戦ってますよ。今回武器は何に使っていますか。今回はヘビーボーガンですね。はい、ボーガンかなり操作も変わってまして、はい、この歩きながら撃ったりとか、歩きながらリロードしたり、まあ、いわゆるサーボンパーソンシューターみたいな遊びができるようになってます。待ってろよ。今ガトリング撃ってますね、機関榴弾、はい、お願いします。あ、いた、みんな調べ虫についていって、いた、追います。いた、追います。あ、辻元さんも見つけましたね。いた、いた、いた、乗ってください。辻元さん高いところにいますか。乗ってください。ここチャンスですよ。乗ります。みんなさん注文されましたかね。はい、はい、さあ辻元さん今乗るところを狙っていますね。うわ、すごい泥。お、なんかすごい乗りですね。乗りました。乗った乗った。耐えて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 。あ、いける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 。あ、乗ってますね。おお、あ、そうか、乗っとしちゃった。乗ってる間に来た来た来た周りがね、来た来た、すごいすごい。僕の画面を映ってますか。よし、あ、よし、あ、すごい、よし、
あ、いいですか、これ、まだ出てきました、これ。いや、この子たち何やってるの。すごいですね、これ、なんですか、ね、これ。テトルフルーズね、アイルの仲間なんですけど、どこにいたの、これ、アイルの仲間なんですけど、どこにいたの、テトルフルーズと仲良くなってですね、この風にサポートしてくれることがあります。なるほど。大陸でもちょっとね、人当たり良くしておけば、こうやってテトルが助けてくれると。違う戦いにすごく重要ですけれども、すごかった、あ、違う閉まっちゃった、わお、まあ、なんかめっちゃ爆発してる、井上さんどうですか、めっちゃ爆発してる、今あの操作方法を一通りやってます。まずね、まず慣れた武器で来た方が良かったんじゃないですか。いや、どっちにしても初なので、あ、来た、よし、あれ逃げてますかね、逃げてますね、いいですね、これいいとこ、あれ、ふんころがしみたいなやつがいる、あ、います、ふんころがしがいる、ふんころがしいる、ふんころがしがいる、それどころじゃないですよ、あ、そうだ、先行ってください、すいません、すいません、お肉食べてるし、あ、わかってきた、わかってきました、はいはい、もう大丈夫です、今回ね、まあ本当にリアルさがあるということで、モンスターの糞もかなりリアルになっていますね。実際にモンスターが糞をして、糞を残すと、そこに糞ころがしが群がってちゃんと丸めてくれるという生態系が。辻本さん、糞ころがし見に行かなくていいですからね。そうですか。どうせやったらこう、糞ころがしを。お、糞ころがしなんかできるんですか？糞ころがしってなんか。糞ころがし。あ、取った。捕まえた。糞ころがし捕まえた。ずるい。教えて。ずるい。ふんころがし捕まえたい。教えん、そんなんできなかった、初めて見ましたね、全然教えんよ、何それ、フィールド内にいろんな生き物は全部捕まえることができます、俺らに、あ、いたいたいた、フィールド内にいる生き物は全て捕まえることができるそうですので、ちょっと待って、 T シャツ欲しい、ちょっと本当、 T シャツ欲しいから、ちょっと時間があるんで、ふんころがしじゃなくて、これ倒しません、まだかなり元気ですよ、そうですね、これは行ってみようかな、前ダッシュ、ちょっと前ダッシュがあるんですね、ランス、この辺り、あれ、やばいやばい、これ泥だ、あ、めっちゃ減らせるわ、あ、こっちダメです、マジダメ、あれ、はい、走りながら回復、あ、違う、これ違う、あの、罠とかもお持ちかと思いますので、やばい、来た、俺とも来た、罠、L1 が更新していただくと、罠、いいですね、見つけてくださいね、ディアブロスが出ました、ディアブロスが出てきちゃいました、やばい、いやー、怖い、やばい、やばい、ちょっと待って、穴開いた、穴開いた、穴開いた、穴、どこ行った、穴に離してください、ここ、うん、逃げて、落ちてください、逃げて、ディアボロ来て、ディアボロスはどこ行った、下に、多分下に行ってます、今す、今す、そのまま下に落ちたら会えますよ、丸ごと、ディアボロスを狩ろうとしないでください、はい、来た、ディアボロスともうやり取りしてますよ、これ来ました、ほら、僕の画面を、ディアボロスもいますよ、ここ、やばい、やばい、大丈夫ですか、硬い、見合ってる、硬い、モンスター同士が争いしてるよ、今強い、今、位置がおかしくなかったですか、なんか、そうなんです、 すごいダメージが入るんですよ、これ、ガードがどれだ、ガードこれか、ディアブロスですか、ガードこれだ、ディアブロ、ディアブロ仲間、ディアブロ強い、仲間なのか、仲間ですよね、なるほどね、井上さん、これあの、この隅に攻撃できますね、これやっていいんですよね、行きましょう、やってください、ディアブロス行きますか、ディアブロスやってます、僕、ディアブロス行きましょうか、じゃあもう、はい、ディアブロス討伐できたら、ディアブロスやってますじゃないですよ、俺ボロボロスいいですか、これやりましょう、ボロボロス、目的なんでディアブロスやってるか、井上さん、目的なんでしたっけ、まあ、でもボロボロス、ディアブロスってあんまりね、あの映像とかも流してないんで、ディアブロス行く、せっかくなんでディアブロス行きましょう、ディアブロス行きましょう、痛い、こいつむっちゃ強いですよ、本当に、徳田さんかなり減りましたよ、あ、これ危ないっす、ちょっと待って、これこれかなり危ない、いまいちまだガードに慣れてないな、ちょっと待って、あ、違う、しまっちゃう、すぐ乗るとしちゃう、待って、え、潜った、やばい、あ、潜りますよ、潜る、来ますよ、いつものが、逃げて、どうした、潜って、誰か止めた、お、危ねー、お、危ねー、危ねー、これ穴開いてる、え、ディアブロ行っていいですか、行けます、行けます、うわ、すごい減る、一撃すごく強いですからね、ディアブロス、行きますね、なんか麻痺とかさせます、あ、させ、なんかまだ分かってないのか、麻痺行こうか、麻痺行きましょう、麻痺、麻痺た、来た、麻痺ってる、麻痺ってる、今のチャンスですよ、麻痺ってる、キレキレ、え、属性感をやっていいですか、あ、これだ、お、いいぞ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 、いいっすか、やった、キュートルがかなりいい攻撃入ってますね、入れた、入れましたよ、こっから、今のいいですね、ジャンプ好きだ、ジャンプ好き、ジャンプ好き、半分減った、マジで半分持ってきますんで、ちょっと待って、危ない、危ない、あ、いや、潜った、
これ歩きのみできんだ。そうですね、アイテム。あ、ちょっと待って、なんかスタイリッシュだな、飲み方も。そうです ね、 いいですね、結構リアルですよね。ちょっと緊張する、ちょっと。え、T シャツはもういいの？ちょっと、T シャツ欲しいよ。あとこれ、ディアブロス、じゃあクリアできたら T シャツ2枚。やった。あ、じゃあ増えた。やだ、いけ。じゃあまた、2枚いけ、2枚いけ。とにかく倒してほしい。ですよね、これは結構本気で進化してますね。すごくないですか？福田さんもかなり本気ですし、はい、やばい。キュートルがかなりいい場所で、はい、やっぱ分かってますね。すいません、足元はいいですね。楽しいんです。勝った。ポジショニングがやっぱいいですね。やってる方だからこそのなんか、ね、そこは安全だっていうところ分かったんですね。いや、もうなんか立ち振る舞いもかなり安定してきましたね。そうですね。危ない。ユーザーハンマーでめまいいけませんか？分かった。めまい、ちょっと前に回復させて。なるほど。ちょっと強いですよね。強いです、やっぱり。残り時間があと10分です。ちょっと待ってください。これ大丈夫ですか？大丈夫かな。これ大丈夫ですか？あと10分倒せますか？お願いしますよ。でもまあ疲れてはいますね、結構だいぶ、あ、減る、半分減る。ちょっと大きい攻撃はカウンターは取れないんですね。なるほど。今回、まあ、ペイントボールもなくなっているんですよね。そうですね、シルベムシがペイントボールの代わりになっていますので、ありがとうございます。1回見つけたモンスターはこのこういうマップにちゃんと記載されるようになりますので。なるほど。シルベムシについていけば、もうシルベムシに、はい、これキラキラしてるやつですよね。そうですね。なんかもうちょっと一通り やってからじゃないんですかね。普通って普通は、まあ、普通はそうですよ。ガチでやりたかったんですよ。操作方法こうですよとか。ボルボロスもいますよ。あ、ボルボロスいるって。ボルボロススルーですね。いいですか？ボルボロスどこ行っちゃったんだろう。ボルボロスいますよ。あれ違った。あれボルボロスですよ。ディアブロスどっちがいいですか？ボルボロス、ディアブロス。ディアブロスで。辻本さん。クリアする気がないですね。ディアブロス行くんですか？辻本さん、なんで辻本さんが率先してディアブロスでって言っちゃってんですか？ディアブロス。ディアブロス。ディアブロス今回あまりまだ見せてないということですからね。会場にいらっしゃる皆様、配信をご覧になっている皆様も。うわ、でかっ。ちょっと待って、でかい。いや、綺麗。いや、外で見るとめちゃくちゃ綺麗ですね。今夕方になってきましたね。これ時間でどんどん、見た目変わってきます。夕日の光をね、鱗の繊細さすごいですね。そんな変化あるんだ。細かいところまで、はい、かなり作ってくれました。これ前で見てる人たちめちゃくちゃでかい画面で見えてますから。そうですよね。モニターがかなり綺麗なはずなんです。なのですごく伝わってるのと。今みんなに見られてるんだな。めちゃくちゃ見られてます。びっくりするぐらい人がいた。すごい見られてるんだ。キュー太郎下手だなって見てるんですね。今乗ってますよ。辻本さんが乗ってますからね。皆さん攻撃、あ、乗ってるんですね。お、いいね。チャンスですよ、チャンスですよ。今サポート、あ、取れた。はい、わし。あ、こけさせた。はい、わし。はい、わし。ようやく調子が出てきましたね、井上さん。いいですね、かなりいいですよ、ゲースト。かなりダメージ入りましたね。やばい。あ、俺死ぬ。ちょっと、やばい。ちょっと一回、感じしましょう、感じしましょう。落ちてくれじゃない。一斉にチリチリになりましたね、今ハンターたちがね。ダメージがやばい。ディアブロス。やばい。さあ、ここ、作りましたよ。アイテムが多い。おー、すいません。危ない。申し訳ない。ちょっと、飲め飲め飲め。間に合った。あー、どうだろう、どんまい。申し訳ない。急げ急げ。あのシルベムシに、シルベムシについていけばいいですね。どっちだろう、どっちだろう。おお、ボルボロスに変える。すごい。今徳田さんの方から辻本さんに指示が入りました。とりあえず登りましょう。まだめっちゃ頑張ればボルボロスいけるかもしれませんよ。本当？はい。ちょっと大丈夫ですか、これ間に合いますか。大丈夫なんですか。じゃあボルボロスの方に移動しますか。どこにいるんでしょうか。僕の画面出せます。僕の画面ふんころがしだ。僕の画面出す。これあのこいつらですね、装飾が防御の陣形みたいなの取ってるので、これモンスターがまず来たとしてもこいつが壁になってくれたりします。あ、すごい。防御の陣形硬そうですもんね。辻本さん時間がない中、いい説明ありがとうございます。あ、みんなどこ行った。みなさんどこ行ったっけ。いましたよ。いや、来ましたよ。俺しかおらんけど。ボルボロスいましたよ。ちょっと待ってください。あ、ここか。
俺一人でボルボルスやばい。じゃあ俺リアゴルス決めちゃおう。あ、潜ったよ、おいとくん。下からの攻撃に無力です、アップケロ。どうすればいいですか。ボルボルスいるんですけど、この何やってるんですか、みんな今。ちょっとちょっとボルボロス倒してくださいよ。ボルボロス行きましょう。あ、ボルボロスに変える？え、はい、話し合わないんですか？話し合わない。どっちですか？俺今ボルボロスと一緒にいますけど。一緒に仲良く歩いてます。こいつガンガン仲良く歩いてるんですよ。ボルボロスすごい歩いてるんですよ。こんな並走できるの？ボルボロスどうしたらいいですか？やるよ、切るよ。行きましょう。人たち、あ、よいしょ、行きましょう。ちゃんと狩りをやってください。これやばいね。ボルボロスさえもやばくなってきた。めちゃくちゃ頑張んないと。めちゃくちゃ頑張ってください。罠とか追従してくださいね。罠持ってるはずですからね。今ドローマン取ってますね、これね。なのでいろんな攻撃に泥が。あー、泥だね。泥だ。飛んできますんで。すごいな。そういう時はこの水冷弾とか水属性が効くので。はい。さあ、いけるかな。しかもより細かく設定が増えましたね。あとそれが見た目にも分かりやすくなりました。いや、見てる人、クエストクリア見たいと思いますので。急に皆さん本気になりだしたのがすごく分かります。ガチですね。井上さんの動きが変わりました。あと5分。やばい。あと5分。相当しちゃうんだよな。まだ弱ってないですね。とやばいよ。足引きずってないですよ。もうやばいよ、やばいよ。これやばい。あ、ドロ。あ、ドロ吐かない。わし。おっ、しましたか。ナイス。いけるいけるいける。やばー。切れました。あ、でも体力、あ、切れてるんだ。あ、井上さんが来たんですよね。ちょっと、皆さんもういよいよ決めらなくなりましたよ。剥ぎ取ってる場合じゃないですって。ちょっとまだまだいますよ。誰今剥ぎ取ってたよ。ちょっと待って、パスパンダ剥ぎ取りましたね、やっぱり。あ、ごめんなさい。剥ぎ取ってね、何が出たかとかもね、気になりますからね。一歩切れてますね。終わった。いい、いい、あ、いいです。あとちょっと違う違う、これふんころがしどうするの。井上さん、井上さん、井上さん、ふんころがしいらない。井上さん一生懸命やってんねんけど、この子。皆さん5分切ってますから。やばい、やばい、時間ない。これはほっといていいの。これは本気でやばいよ。ほっといていいの。どちらでもほっといても。いきますよ、いきますよ。はいはい、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。逃げ足早い。冷静にいってますよ。逃げ足早いっすよ。さあ逃げてますよ。足引きずってますから、あとちょっとです。やっと操作方法が分かってきたんですよ。じゃあもう決めちゃいましょう。今ですか。終了まで5分切ったところでようやく分かってきた。一通りやってたんで行きましょう。あれ、よし、これ今どこ行った。ちょっと待って、潜った。あれ潜った、潜りました。あれ起きてきた。これ弱ってるんでね。いや、もうあのここで、あ、いいですよ、ガンガン。いいですよ、いいですよ。もうあとちょっとですよ。いいです、いいです。あ、多分あそこだな。やりました。見ている皆さんも応援をお願いします。いた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 。プレイステーションブースの前、人だかりがとんでもないことになっております。どこで見てます。見せるプレイお願いします。目の前の休憩エリアいっぱいです。来ましたよ、また来てください。この画面を捕まえよう。中で来ましたよ。なにこれ、ジュラトノス。僕の画面戦いますか。ちょっと待って、この子何。ちょっと待って、ドラの中から何か情報にないんです。見せたい情報が多すぎる。はい、だが時間は迫ってきているので、ボルボロスですか、どうですか。やばいやばいやばい、怖い。ボルボロスもかなり弱っています。いや、ちょっと待って、もう胴体がここにある。どうしたらいい。井上さんも立ったまんまですよ。はい、お、行きますよ、行きますよ、行きますよ。ちょっと見てください、注目です。見ててください、徳田さんの画面。画面をデバッグしてください。よし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 、絡み合っている。絡みついてる、絡みついてる。もう、他力本願、他力本願、合わせてくれ。他力本願プレイ。まあ、このジュラトノスのボルボロスは、生地のテリトリーで巡って仲が悪いんですね。なるほど、硬い、硬い。お互いにダメージを与え合うんで研ぎたい。まあ、ジュラトノスがボルボロスを倒してくれた T シャツもジュラトノスにあげましょうね。ちょっと待って、ちょっと待って、あの子何巻きついてましたよね。時間的にはかなり迫ってきてます。これ本気で引かないと、もうないですよね、気が。左上の時計が赤く点滅し始めております。あ、やばい、時間がない、時間がないぞ。こっちじゃないんだよ、俺がやりたいの。時計しびれているぞ。よし、巻きついてる。おっしゃー。